はい、では第5節の価格政策販売促進に入っていきましょう。はい、こちらも md 実行サイクルで言うと販促販売の部分にあたります。試験対策としても重要な部分ですので、しっかりと学習をしていきたいと思います。まずは一番の価格政策ですけども、こちらは企業経理論のマーケティング論学習されている方はマーケティング論の。 価格戦略とかなり内容は重なっておりますただし店舗販売管理においてもこのあたりは非常に重要な内容ですので復習の意味を超えてしっかりと学習をしていただければと思いますはいまず1番の価格政策ですけれどもこちらはテキストのさっと読んでおいてください2番のプライスゾーン、プライスライン、プライスポイントこの違いを一緒に確認をしていきましょう まずはプライスゾーン、店舗で取り扱いがある。商品売価の上限と下限の幅のことです。上限と下限の幅のことをプライスゾーンと言います。そして丸二番、プライスライン。店舗で取り扱いがある商品売価の種類である。商品売価の種類のことをプライスラインと言います。そして丸三番、プライスポイントですけれども。 店舗で最も販売数量が多いプライスライン最も販売数量が多いプライスラインをプライスポイントと言いますこの違いわかりますでしょうかホワイトボードに簡単な例を書いてますのでこちらで一緒に確認をしていきましょうあるカテゴリーで300円500円700円の商品を販売していたとします この場合のプライスゾーンはいくらかというとプライスゾーンというのは上限から下限の幅になりますのでこの場合だと上限は700円下限は300円になりますのでプライスゾーンはこの場合のプライスゾーンはと聞かれるとプライスゾーンは300円から700円、まあ、700円から300円という言い方でもどちらも結構です。 ゾーンは三百円から七百円という言い方になります。よろしいでしょうか。そして次がプライスラインです。プライスライン。売価の種類、売価の種類ですけれども。今回のケースは三百円、五百円、七百円ですね。売価の種類というのは価格のことを言っています。三百円、五百円、七百円になります。ですので、プライスラインは三つという言い方をします。 価格が3つですね販売している価格は3つですのでプライスライイスンは3つという言いうになります、はい、そして最後プライスポイントは最も販売数量の高いプライスライン価格ですので今回は300円が3個500円が4個700円が2個ですので最も販売数量が高いのは500円ですから。 最も販売数量の高いプライスポイントは500円プライスポイントは500円という言い方になりますはい、この違いよろしいでしょうか全く言い方がもうそもそも違いますプライスゾーンは幅ですから300円から700円プライスラインは3種類3つありますという言い方ですねプライスポイントはと聞かれるとこれは500円です販売数量が一番高いので 500円がプライスポイントですという言い方になりますはい似たような言葉ですけどこの違いよろしいでしょうかここはしっかりと覚えるようにしてくださいはいでは続いてカッコ3番価格決定方法を見ていきましょうはい主な価格設定の方法として大きく分けるとまず4つに分けることができますこの内容もしっかりと覚えるようにしてください4つというのは まずはコスト思考型です自分たちがかかったコストから販売価格を決めていくというのはコスト思考型ですねそして2つ目が需要思考型まずコストよりも需要お客さんがこの価格なら買ってくれるだろうという価格を設定してそこからコストを考えていく。 まずはお客さんの考え買ってくれるだろうと思う価格を決めることがスタートになるこれがコスト思考型の全く方向が違いますね。はい、それが需要思考型です。そして3番目が競争思考型競争思考型というのは方向性という意味はただし向いているのがお客さんというよりもどちらかというと競争している店舗 もしくは競争している企業という形になります競争競合がこのような価格設定をしているので我々としてはこういう価格を設定しようという形ですねこれもコストよりもまずは価格ありきの設定方法ですので方向性は重要と同じですね意識するのがお客様まあ、お客様も結果的には意識しているんですけども 具体的に設定する価格を参考にするのは競合だというところですねそれが競争思考型です、はい、そして心理面を考慮した価格設定心理面というのは当然お客様消費者の心理面のことになりますけれどもこれは後でまた説明をしていきたいと思いますまずはこの4つに分かれることをしっかりと覚えましょうコスト需要競争そして心理面コスト需要競争心理面この4つに分かれます はい、主な価格設定の方法の図表の横にそれぞれの価格設定のタイプに関する具体的な方法が書いてますけどもさらに次の図表にその具体的な価格設定方法の内容が書いておりますのでこちらの図表を一緒に見ていきたいと思いますはい、まずはコスト指向型ですねコスト指向型として原価加算法コストプラス法とも言いますけどもコストプラス法 そしてマークアップ法この二つがありますはいこちら右の文章を見ていただくと原価加算法コストプラス法というのは製造原価に一定額または一定率のマージンを加えて販売価格とする方法そしてマークアップ法は仕入れ原価に一定額または一定率のマージンを加えて販売を価格とする方法ということで文章自体ほぼほぼ同じ文章になっています 違ってる部分は唯一一番最初のところコストプラス法が製造原価であるに対してマークアップ法は仕入れ原価になっておりますこの違いよろしいでしょうか製造原価と仕入れ原価の違いつまり原価加算法コストプラス法というのは製造業による価格設定がコストプラス法原価加算法です小売業などは仕入れ原価ですのでマークアップ法です 基本的な考え方は全く同じですね。製造原価か仕入れ原価の違いですので基本的には同じ内容になっております。はい続いて需要指向型です。需要指向型の価格設定。これは市場価格法というのがあります。先に小売価格を決めて仕入れ原価やその他諸経費を事後的に割り当てる方法になります。これは今まさに 需要指向型のところで説明した通りの内容になってますねそして需要指向型の代表的な価格設定は市場価格法のみになっておりますので需要指向型イコール市場価格法と思っていただいて結構ですはい次は競争指向型こちらは3つあります攻撃的価格決定方法証券内の競争価格の主導権を確保する水準で決定する方法です 顕著なな例は家電量販店などでもし他の店でうちより安く売ってる店があれば遠慮なく言ってくださいうちはそれよりも安くしますよというようなことを皆さん聞いたことあると思いますそういうのはまさに攻撃的な価格設定の代表例と言えますね。はい、攻撃的価格決定方法競争相手を意識ししてそれよよりも安くしますよということで価格の主導権を握ろうとしているこれが攻撃的価格決定方法ですね。 はい、続いて模倣的価格決定方法。業界内のプライスリッターがプライスリーダーが設定する価格に沿って。プライスフォロワーが設定する価格,価格。価格方法になります。はい、これは攻撃的ではなく模倣的ですので。あくまで強い競合がいて。その競合の価格設定を高くしてしまうと競争にならないので。 せめて同じ価格で販売していこう。あまり安くしてしまうのも非常に利益的に厳しいので。模倣的に同じ価格で販売していこうというのが模倣的価格設定法。決定法ですね。はい。そして、三つ目が実勢価格になります。実勢価格は競争企業の設定価格に対して。 競争水準的に決定する方法ということで微妙な言い方になりますけど全く同じ価格ではないということですね競争水準的ということでこれが実製価格の内容になっておりますまああくまでもこの範囲内であれば競争に値するだろう他の要因で競争できるだろうということでその価格設定に方法にするそれを低い時もあるし高い時もありますけれどもまあ、その競争の範囲内というのはその裁量の 判断になりますね、はい、このように競争思考型というのは3つ攻撃的なもの模倣的なものそして実勢価格この3つがあります違いは分かりますね攻撃的なものは主導権を握ろうとするもの模倣というのはまあついていこうとする感じですね実勢価格は競争の範囲内で価格を決めようとする違いがあります、はい、では続いて心理面を考慮した価格設定ですけども はい、まず1つ目は移行価格名声価格格名とも言います小売業の名声や有名ブランド商品のイメージを積極的に活用維持するために相対的に高くする方法高級ブランドの店などはもう決定的代表的な例ですね。移行価格 このブランド非常にいいブランド我々のブランドは非常に品質もいいですのでまあ価格もそれなりにいただきますよと逆にまあ高い価格を設定することによって消費者というのはあこの商品というのは非常に品質いいんだろうなという感じで感じるそれは心理面を考慮してますよねそれが移行価格になりますはい次は多数価格500円ではなく498円など まあこういう価格設定よく見ると思います。500円と498円だと2円しか違いがありませんので、もうほとんど同じ価格なんですけども、やはり498円の方が安く感じると思いますね。はい、そういう形でハス価格、中途半端な価格を設定しているケース多いですね。はい、そして次は慣習価格、単品別に成立していると考えられる。 慣習的小売価格によって決定する方法もうこの商品の種類というのはもう100円だというのがもう消費者の中であればですね100円以外の価格を設定すると逆に違和感を感じるということでもそれはもう感じで価格を決定する、はい、このように移行価格であったり波数価格そして習慣価格これあたりは消費者の心理面を考慮した価格設定になっております。はい ここも量が少し多いですけれども頑張って覚えるようにしてください。はい、あとは4番、価格設定に関する重要用語、こちらも見ておきましょう。まず丸一番、特売値下げです。特売と値下げという言葉自体は皆さん聞いたことがあるのではないかと思います。値下げはよろしいですね。売価を引き下げることになります。はい、そして特売ですけれども、特売とは通常の表示価格を 一時的に値下げし特売価格として顧客へ安さお買い得感を訴求し需要の拡大を図るものになります特売イコールセールスプロモーションと思いがちですけれどもセールスプロモーションの中には必ずしも値下げを伴わないものがあります特売というのは必ず一時的な値下げを伴いますのでこの点は注意してください はい続いて丸二番価格弾力性です価格弾力性マーケティング論のとこでももちろん出てきてますけれども売価を一定割合変化させた時の販売数量の変化の割合を指しますつまり価格を動かすことによって売上がどのぐらい変化するかこれを指標化したのが価格弾力性ですね例えば同じ500円で販売している商品でも 300円に特売一時的な値下げをしたときに販売が大きく伸びる商品もあれば500円から300円に変えたとしてもああままりり売上がが伸びない商品があったりしますこの価格を動かすことで売り上げが大きく伸びる商品を価格弾力性が高いという言い方をします。はい、逆に 売上があまり変わらない価格を変えても売上が変わらないほとんど変わらないような商品というのを価格弾力性が低いといいとう言い方をします、はい、では特売をするなら価格弾力性が高い商品がいいのか価格弾力性が低い商品がいいのかどちらが適しているかというとこれは当然特売するのである一時的な値下げをするのであれば価格弾力性が高い商品を 特売すする方がいいですね価格弾力性が低い商品というのはあえて値引きはせずにあえて値,引き値下げはせずに他のプロモーションによって売り上げの増大を図っていく方が効果的ですねその辺は理解できると思います、はい、続いて3番ハイアンドロー政策そして4番 EDLP 政策これは2つ追認して覚えておきましょう。 ハイアンドロー政策というのは期間によって価格を上下させる価格政策のことですはい、ほとんどのスーパーマーケット日本のスーパーマーケットというのはこのハイアンドロー政策を取っていると思います取っているケースが多いですね通常価格があってなんと本日の特売というような感じである時はこのカテゴリー次の日はこのカテゴリーその次の日はこのカテゴリーという形で特売をどんどんしていく そして一時的に値下げしてその時売り上げを大きく稼ぐという形でハイアンドローですね価格が高い時もあれば低い時もあるという感じでハイアンドロー政策をしていくそして安くした時に非常に割安感を感じてたくさん買っていただくというような価格設定方法これはハイアンドロー政策です。EDLP というのはエブリデイ・ロー・プライスの略のように毎日が低い価格という意味ですね。 恒常的に低い価格を設定し顧客を集客する価格政策これは EDLP になります、はい、このハイアンドローと EDLP はついにして覚えるようにしておいてください。はい、そして丸5番「二重価格表示」販売価格の有利性を消費者に意識して認識してもらうために比較対象できる価格を同時に掲げている状態を指します。はい これは二重価格という価格通り二つ価格を表示するということですねで、一つ高い価格があって今回さらにお安くしますよという形で実際の販売価格を書くという形で割安感を演出するような感じこれが二重価格表示ですね家電量販店などではこういう表示の仕方をよくしているんじゃないでしょうかはい、では続いてだ括弧の五番 内的参照価格と外的参照価格、この言葉を大切ですので、見ておきましょう。内的参照価格というのは、消費者の過去の購買経験による参照価格のことです。内的、内的なものというのは、自分たちがそれぞれ考えている価格のこと。この商品であれば、例えば、二百円が最適かなというもの。実際で二百円で売っているかどうかは別の話です。 自分たちの中でこの商品なら200円がお手頃、感お値ごろ値ごろ感があるというような感じで思っている価格。これが内的参照価格になります。はい。一方の一番最後の文章を先に見ていただくと、一方外的参照価格というのは外的ですので、値札など実際の買い物場面で提示される価格。まあ、実際に販売されている価格は外的参照価格ですね。はい、この違いはよろしいでしょうか？ はい、そしてテキストの方また文章戻っていただいて一行目の後半から見ていただきますと価格を下げると消費者の内的参照価格は低下し必ず低下するというわけではないですけれども頻繁に価格を下げていると消費者の内的参照価格は低下します以前の価格では割安と感じなくなってしまうということですねはい、例えば ペットボトボル500ミリの飲み物っていうのはコンビニエンスストアなどで買っている人は大体150円前後という内的参照価格かもしれませんが常にスーパーマーケットで買っている方の500ミリのペットボトルというのは100円前後が内的参照価格になっていいると思います、はいまあ、そういうケースチャンネル業態によって違いだけではなくて実際同じ場所で買っていたとしても。 普段100円50円で販売していて、まあかなり頻繁に特売をする特売というのは一時的な値下げでしたね。頻繁に、ね、特売をしていくと、消費者というのは1050円よりも100円で売っている場面に出会うケースが多くなってきますね。そうすると、もうその商品っていうのは1050円が値ごろではなくて100円が値ごろと感じますので。 その消費者の内的参照価格は150 100円円からにに下がるとということになりますですので特売というのは売り上げを稼ぐのに非常に有効な方法なんですけれどもこのようにあまりにも頻繁に特売をしすぎると消費者の内的参照価格が下がってしまって普段の価格が ではほとんど売れなくなってしまうということも起こりえますのでこの点は注意が必要だとということですねはいですのでクーポン発行などによるレジでの値引き店頭で商品陳列しているところではなくてレジで値引きをするクーポン発行によってレジで値引きするとかあとキャッシュバックは単なる割引より内的参照価格の低下を和らげると書いてますけれども。 まさに店頭で価格表示されている価格を見るとやはり内定期参照価格は下がりがちですけれどもあまりレジというのはまとめて払いますのでそれぞれの商品の価格って意識してないですのでレジでの割引クーポンなどは内定期参照価格を下げるのを一般的に相対的には和らげるというふうに言われておりますのでこの辺りの具体策も覚えておくようにしておいてください。 はい、ここまでよろしいでしょうか少し覚える用語ありますけれどもこちらはしっかりと覚えていただくようにしてくださいはいそれではホワイトボードを切り替えてまた次のテーマに移っていきますこちらをご確認くださいよろしくお願いします、はい、では次は2番「ISM」と書いてますけれども「 イズムと読みますイズムですこちらは何の略かというと括弧1番に書いていますインストア・マーチャンダイジングこれを略してイズムと言いますこのイズムの考え方は試験医の先生非常に大好きですので一次試験でも頻繁に問われますさらに二次試験を見据えると事例の2マーケティングに関する事例では この「イズムに関連するフレームワークっていうのは非常に使いますので今回の学習する内容というのは覚えるのはもちろんですけれども最終的に2次試験を見据えた時には活用できるレベルまでししっかりとと習得していいいたただきたいと思まます、はい、まずは「イズムの内容に入る前にその前提となる知識非常に重要な前提となる知識を確認しておきましょう。 小売業において売上げというと売上げというと最初に分解する発想ですね小売の方が売上げを分解するさまざまな分解の方法ありますねありますけども小売の方が分解するのは客数×客単価です客数客客単価客数というのはお客さんの当然来店していただく数ですね。当然来店した数が 100人から200人になれば売上は上がりますし逆に200人から100人に下がってしまうと売上は下がってしまうそれを一つの大きな売上に関する要因ですね客数ただしこの客数というのは延べ客数で通常計算します同じ人が1週間のうちに3回同じ店に買い物に行ったとすると そのお客さんが3回行ったのは客数3人としてカウントします延べ客数になりますのでその点は注意してください絶対的な顧客数の数ではありませんあくまで延べの来店した客数ですはい。そしてもう一つが客単価ですね客単価というのは何かというとお客様が1回あたり平均いくら買ってもらったか 1> 1回の購入当然客単価が上がれば客数が変わらなくても売り上げは上がりますし客単価が下がれば客単価が下がれば客数は変化なくても売り上げは下がってしまいますのでこの客単価客数と客単価この2つが売上高を規定する要因として まず小売りの方が考えるそして改善策を考える時にどちらの要因に効いてくるのかというのを意識するのがこの切り口です。客客数と客単価ですすこれは二次の本試験でも必ず使います、はい、そしてもう一つですけども購買という視点で考えるとお客さんが買い物をする購買するというのは大きく2つに分けることができて 計画購買と非計計画画購購買買に分けることとができます計画購買というのはよろしいですね来店する前にこれとこれを買いに行こうと決めて買いに行くこれが計画購買ですね。非計画購買はそれに対して来店してから何も買お,うと,何か買おう,買うというのは考えてなかったけれども商品を見ていいなと思ってこれを買うこれは非計画購買になりますね。 はい、では一般的に我々が普段買い物するスーパーやコンビニの最寄り品に関連する小売店では計画購買と非計画購買どちらが多いかというとこれは最寄り品であれれば圧倒的に非計画購買の方が多いいと言われています調査内容にももちろんよりますけれども7割から8割ぐらいは非計画購買というふうに言われています。ということは 最寄り品の小売業であれば計画購買と非計画購買であれば割合から考えてもこの非計画購買をいかに伸ばしていくかっていうとことを考えるのが非常に重要になってくるというのは分かっていただけると思います、はい。もちろん買い回り品または専門品になってくると当然計画購買の比率は上がってきますねもう買い回り品でも家電量販店の 家電などををを買買うっていううういいいのの何決めていきます。そして何を買うは決めていてどの商品を買おうかっていうのは店頭に行ってお客自在の店員さんと話をしながらですねどの商品を買うっていうのは店頭で決めますけども何を買うどのカテゴリーの商品を買うっていうのはこれはもう行く前から結構決めていることが多いですね。はい、よろしいでしょうか この2つの考え方売上イコール客数客数単価購買は計画購買たす非計画購買そして最寄り品になれば非計画購買の方が圧倒的に多いということこれはしっかりと覚えるようにしてください。はい、よろしいでしょうか、はい、そしてこのイズムですけどもイインンンストアマーチャンダイジングこれは客数と客単価どちらを伸ばすことを意識しているのかというと。 テキストの1行目にも書いてますけどもこれは客客単単価価をを伸ばすすすことを意識しています客単価ですインストはマーチャンダイジングインストは店内ですのでもうすでにお客さんは来ている状態ですね。ですので当然ながら来たもらったお客さんに対して売り上げを上げていくというのは客数に着目して入店している顧客に働きをかけ いかに多くの商品を買い上げてもらうかをコントロールする。小売マネジメント手法。これが I. S. M. インスタマーチャンダイジングですね。そして次も赤文字で書いています。イズムは顧客の非計画購買の増加を主眼としています。非計画購買ですね。イズムは。この非計画購買の増加を目指しています。はい。こちらの章の冒頭でも言いますけも、言いましたけれども。 非計画購買が多いということは小売においてはこの店舗において一つでも多く商品を買ってもらういかに買ってもらうかというのが全体の売り上げに,に大きな影響を及ぼしますので実際に店頭で少しでも高いものを買ってもらうもしくは 少しでも一品でも多く買ってもらうという取り組みをして小さな積み重ねが全体の売り上げを押し上げるに非常に重要になってきますはい、ではこの2番「番ズムにおける客単価の規定要因ですけども客単価を増やす要因にはどういうものがあるのかというとこちらからが書いております、はい、まず「丸一番せ線帳」これは。 店内をどれだけ歩いてもらえるかこれは売り場配布などのところでも何度も申し上げている通りですね基本的に店舗ではお客さんに長くいてもらうそして長い距離を歩いてもらうことが重要ですのでマグネットポイントとかパワーカテゴリーという言葉を学習しましたけれどもそういうものをいろんな箇所に置いてですねそしてもしくはよく買ってもらえるカテゴリーの商品は壁沿いに配置することによって 大回りしてもらえるようなつまり長く歩いてもらえるように売り場の工夫をしていくいかに長く歩いてもらえるかこれが重要な規定要因になってますねはいそして二番「立ち寄り率」「歩く過程で個々の売り場にどれだけ立ち寄ってもらえるか」はい、これも重要な要因ですね。立ち寄り率ただ歩いているだけではなくてその売り場に立ち寄ってもらえるか。 例えば何かキャンペーンをやってますよとかそう例えば試食をやっているっていうとちょっと気になってそちらに立ち寄りに行ったりしますねこれは立ち寄り率。はいそして丸で番例えば先ほどエンド特売ということをエンド販売ということを学習しましたけれどもエンドで特売をしていると。 エンドレ特売をしているときに、まあ、基本的に複数の商品を陳列しますけれども極端に1品だけをひたすら陳列していたとしましょうはい、もちろん1品だけ陳列しててお客さんがその1品を何個も買うという商品はカテゴリーもありますけれども1品だけを置いていると基本的にお客さんは買うとしてもその1品だけですここで重要なのが関連販売 関連購買っていう考え方ですね。はい。で、エンド特売などでも一品だけでなくて、それに関するような商品も一緒に陳列することによって、お客さんに多くの商品をまずは見てもらうということですね。立ち寄ったところでまずは多くの商品を見てもらうことが重要になります。これは視認率になりますね。はい。そして買い上げ率です。 視認した中でどれだけ買い上げてもらえるかということですね。見た中でも当然全てを買うわけではありませんので、例えば5品。品5。アイテム見た中で5。アイテム全てを色全てのお客さんが5。アイテム全て買うということはありませんので、5。アイテム見た中で、例えば2。アイテム3。アイテム買うっていうのは買い上げ率になってきますね。はい、それを買い上げ率を高めていくにはどうするか？ はい、そしてまあその結果ですけれども買い上げ個数 ⑤ です1つだけでなくより多くの商品を買ってもらえるかまさに関連購買とかのこの買い上げ個数を上げるための政策とも言えますね。どれだけ品多く買ってもらえるかということが重要になってきます、はい。ですので特売などでも1品だけじゃなくて複数の商品の関連する商品を置いていくことによって信任率が高まり 買い上げ率が上がって結果として買い上げ個数が上がっていくということになりますはい、そしてもう一つの視点は商品単価ですね1商品あたりの価格を上げる商品単価のより高い商品を買ってもらえるかということです当然売上を上げるには100円の商品を買ってもらうことも当然大事ですけれども100円 とよりと150円であればやっぱり150円の商品を買ってもらった方が当然売り上げは1.5倍になりますので150円商品の高い商品価格の高い商品を買ってもらういかに高い価格の商品を買ってもらえるかという工夫が重要になってきます。こちらは具体的な内容はこの後インスタプロモーション」という内容をこの後学習していきますけれどもまずはこのイズムにおける客単価の規定要因「動線長 立ち寄り率信任率買い上げ率その結果として買い上げ個数を上げるかそして商品単価を上げるかこの考え方はい、はい、特に買い上げ個数最終結果の買い上げ個数商品単価この分解ですね結果的には客単価というのは最終的に買い上げ個数×商品単価で数値は出てきますので客単価イコール買い上げ個数×商品単価という公式もですね ししっかりと覚えるようにして最終的にはこれをしっかりと二次試験で活用できるようにしていただければと思います。はい、そして3番「イズムの体系」ですけども、まあ、これらの客単価を上げていくためにはどうするのかという体系のところで大きく2つに分かれるのが ① 番スペースマネジメントですススペースマネジメントというのはどういうことかというと、まあ、売り場のスペースをマネジメントとする真面目にするということですので。 あ、これは先に学習した売り場レイアウトとほぼ同じ意味合いと思っていただいて結構です売り場レイアウトをより良くしていくということですねこれは売り場配部であったりあと商品配置この両方が含まれる意味で売り場レイアウトですねスペースマネジメントはい、そしてもう一つはインストアプロモーションこれはプロモーションですね販売促進店内での販売促進を行うことによってどれだけ多く 買ってもらえるかどれだけより高い商品を買ってもらえるかっていうのを行っていくということになりますはい、まずはこの ISM の体系スペースマネジメントインスタプロモーションここを覚えてくださいでスペースマネジメントの内容についてもうすでに学習している通りになりますはい、よろしいでしょうかあとはこの客単価の規定要因ですねこちらもしっかり覚えるのとこの前提となる知識はもうしっかりと覚える最終的には活用できるようにするということを意識しておいてください はい、それではまたホワイトボード切り替えて次のテーマに移っていきますのでまずはこちらご確認をくださいよろしくお願いしますでは三番の店内プロモーションに入っていきたいと思います 店内プロモーションの次に一番で ISP と書いてますけれども店内プロモーションと ISP というのは同じ意味になります ISP というのはインストアセールスプロモーションの略になりますけれどもカタカナで言う場合は真ん中のセールスを抜いてインストアプロモーションということもありますですので店内プロモーション ISP インストアセールスプロモーション インスタプローモーションすべて同じ意味ですのでその辺はしっかりと覚えておいてくださいそしてテキスト isp の一行目一番が isp の一行目を見てもらうとインスタプローモーションというのはお客さんの非計画購買これを誘発することを目的としているということが書いております実際お客さんが店舗に来て計画してなかったものこれを 店舗で商品を見つけてあ、これもいいなという形で買ってもらうもしくは想定していた価格のものよりも高い商品これを買ってもらうことによってお客さんの客単価を高めていくこれが店内プロモーションの目的ということになりますよろしいでしょうかそしてこの店内プロモーションというのは大きく2つに分けることができます価格を切り口に 価格主導型なのかもしくは価格でない非価格主導型なのかという分け方ですこちら具体的な施策がテキストに載っておりますのでご覧ください番番価格主導型と ② 番非価格格主主導導型型 ISP ISP と非ですホワイトボードの方には特に重要なものもしくはちょっと見てもよくわからないものというのを書いておきました。 価格主導型 ISP の代表的なのは当然特売ですね本日のお買い得品というような形でいろんなポップなどを書いてですねそういうものが皆さんスーパーマーケットなどに見たことがあると思います特売あと価格主導型 ISP には増量パックも含まれます皆さんが買い物しているとき お菓子とかですねそういうところで多いと思いますけれども10増量タイプという形のパッケージ見たことあるの増量パックというのは実際値段自体は変わってないですけども変わってはないですけども増量することによって実質的な値下げをしているお客さんにお買い得感を訴求しているという意味で値段は変わってないですが増量パック。 量が増えて実質値下げしているという意味で増量パックは価格手動型の方に分類されますよろししいでしょうかあとバンドル販売というのがありますけれどもこれはセット販売のことですね1個300円の商品があったとしてこれを2つセットで買うと2つで500円にしますよというような販売方法これがバンドル販売セット販売になります。 当然2つ同時に買うと安くなりますのでこれは価格主導型 ISP に含まれますあとは二番非価格主導型 P この代表例としてはクロスマーチャンダイジング書き方としてはクロス MD ということもありますクロスマーチャンダイジングこれは何度も言っている通り関連販売関連販売をして関連購買をしていただくための プロモーションになります同時に買うようなもの同じようなところに陳列することによって関連購買してもらうそういうものをもちろん関連販売している時に値引き販売を伴っていることも多いですが同じ同時に購入するようなもの同じように使うものこれを関連して陳列すること自体は価格とは直接関係ないですので。 クロスマーチャンダイジングというのは非価格手動型に分類されますあと代表的なのは食品であればまあ試食ですね試食してもらうのもデモンストレーション販売になりますまた実演販売ということもありますデモンストレーション販売実演販売とは同じ意味になります 食品であれば試食販売も当然このデモンストレーション販売実演販売に含まれますね。よろしいですね。あと FSP というのが書いてますけども、これはフリーペンドショッパーズプログラムの略になります。この FSP については後の章でまた詳しく説明をしていきますけども、これは有料顧客を見つけてその有料顧客に対してアプローチしていくというような手法になります。 ですので価格の必ずしも伴わないプロモーションですので FSP も非価格プロモーションに含まれるということになりますね。よろしいでしょうかあと非価格主導型としてはテキスト書いてます通りノベルティとかですねあとサンプリングとかですねそういうものあとね価格値引きを伴いませんので非価格主導型になるというところを押さえておいてください。 はい、続いて三番 ISP における対象商品選定の留意点というところで消費者の購買行行動分析を行う当然お客さんが欲しいと思う時にプロモーションを実施することによって効果が高まるということが言えますね。まあ、顕著な例でいうと熱くなれ言やっぱり飲料とかの売りとげが伸びてきます言い方を変えると「熱くなればお客さんが飲料など欲してくる」。 割合が高くくなってくる量が大きくなってくるということが言えますけれどもじゃあ暑くななっったたらと言いますすけれどもじゃあ何度になったらですか夏場と言いますけれども6月になったらなのか7月なのか5月から売上はが伸びていくのかどうかどれぐらい伸びるなら伸びる大きくなるのかそういうところをしっかりと分析するお客さんの購買行動を分析することによってプロモーションの規模であったり プロモーションのの頻度といいうのを考えていく必要があります、ねはいまあカッコ B も同じような意味合いですけれども消費者の購買利益から購買金額数量購買感覚、まあ、これも大きなアメュニティーは購買高度購買コーになりますのでこういう具体的な金額数量購買間隔などを分析することによって以前プロモーションを打った。 じゃあこの購買間隔はだいたい2週間なんで次は2週間後に同じようなプロモーションを打とうというような形であとは製品ライフサイクルを考慮するということで、まあ、こちらは企業経営理論のところでプロモーション製品ライフサイクルに合わせたプロモーション販売促進というところを学習した方覚えている方もいらっしゃると思います。 新製品の導入期であればこれは知名度を高めるようなプロモーションをしていく必要がありますし成長期のものこれは売り上げが伸びている状態ですので積極的にプロモーションを行っていく必要がありますねはいあとは丸4番 ISP 計画における留意点ということでまず AISP 計画の立案にあたってはカテゴリーとブランドの現状分析を実施する。 当然小売りでは伸びているもの今伸びびててていいいるるもものの今をを中心にプロモーションを行っていきますですので今カテゴリーの中でどういうカテゴリーが伸びているのかそのカテゴリーの中でもどういうブランドが伸びているのかそういう伸びているものをプロモーションすることによってさらに売り上げを伸ばしていくということですね。 そして B 複数の実施策を適切に組み合わせることで相乗効果を狙うということでそれぞれ野菜売り場なら野菜お菓子売り場ならお菓子飲料売り場なら飲料独立に個々にプロモーションを考えるのではなくて例えば顕著な例でいうとお正月企画という形で店舗全体でさまざまな売り場でお正月に関連するものをプロモーションしていく。 ことによってまあとは C はまあ当然ですけどもプロモーションを行うときに POP ポップとかですねあとはカラーコーディネート見栄えなどを考えてですねお客さんが興味を持ってもらえるようなイズムの理論ですね心理率を高めるような立ち寄り率を高めるような形でプロモーションを実施していくのは当然重要になってきます。そして カラーコーディネートという意味で重なるのが2番のビジュアルマーチャンダイジングという言葉になりますビジュアルマーチャンダイジングというのは視覚表現を第一に考えたマーチャンダイジング活動ということですはい、こちらは細かな内容まで必要はありませんけれどもテキストの内容はさっと確認をしておいてくださいあとこのビジュアルマーチャンダイジングの ② 番に 導入の留意点ということで「アイドルマの法則」というのが出てますけどもこちらはアイドルマの法則はどちらかというと店舗販売管理というよりもよりは企業経営理論のマーケティングのところでの品質の内容になりますのでもしこの動画をご覧になっている方でまだアイドルマの法則というのがちょっとよくわからないという方はですねこちら企業経営理論のマーケティングの対策としてこのアイドルマの法則というのはしっかりと覚えるようにしておいてくださいはい。 では続いて4番「店外プロモーション」も見ていきたいと思いますけれども店舗販売管理においてはやはり店舗での管理ですので店内プロモーションこれが中心学習の中心になります。点外プロモーションの内容についてはこちらも先ほどのアイドマの法則と同様に企業系理論のマーケティングのところこちらで学習することが多いですね。 実際店舗販売管理のところであまり店外プロモーションの内容は出題されることはないですただ一つ覚えておいていただきたいのは一番に CVR という指標がありますこれはインターネット広告の評価指標になりますけれども一番 CVR の一行目見てください CVR とは全体のアクセスのうち何割が商品購入や資料請求をしたかを示すインターネット広告 評価指標になりますで具体的には次に計算式が載ってますけれども CVR というのは購入者割るクリック数購入入者者ククククリリッッ数数ですねじゃ赤字のところに書いている通り全体のアクセス数のうち何割が商品購入、まあ、もしくは資料請求したかというのを表す指標になりますので購入者 丸クリック数かける100で表す仕様となりますのでこちらは複数回過去に出題がありますので CVR 今後も出る可能性ありますからこれは覚えておきましょうはい、続いて5番プロモーションに関連する法律ですこれは一般検証における景品類の限度額などというのが下の図表に載っておりますけれども 過去にはこういう細かな数字まで取材されたことはあるんですけれどもこれらの細かな数字まで覚えるとなるとちょっと学習としては非効率的になりますのでまあここは一通り基本的なことを覚え,てあれ覚えたと思うのであればこの辺りの細かな内容まで覚えていくというスタンスで結構です。ただ一般検証と景品 検証と景品の違いこちらは理解をしておきましょうはい、こちら1番景品表示法の赤字になっているところ一般検証はのところをご覧ください一般検証は商品サービスの利用者に対しくじなどの偶然性特定行為の優劣などによって景品類を提供することです例えばくじとかもしくはじゃんけん大会とかですね 全員に渡すものではありません一般検証というのは全員に渡すものではないということですねで、一般検証と別に共同検証という言葉がありますけれどもその下を見ていただくと商店街などの複数の事業者が参加して行う検証をこれを共同検証と言います当然これも検証ですので全員に何かをプレゼントするというものではないですね共同で行うものが共同検証 基本的に一社で行ううら般検証ということいこになりますそして全員に渡すというのがまあ景品という意味合いになりますけど総付け景品とということになりますね商品サービスの利用者や来店者来てもらったら全ての人に渡しますよという景品類のことを「相付け景品」ということで「検証」と「景品」というのは違う意味合いだというところは理解をしておいてください。はい、ここまででよろしいでしいょうか それではこの章の内容すべて見てきましたので、また最後に必須テーママルバチェックを確認したいと思います。ここで一旦動画を止めていただいて、マルバチェック、これをご自身で一旦解いていただいた後にもう一度動画の方を再生してください。はい、それではホワイトボードを移す方を移していただいて、丸バチェックの方を確認をしてみてください。よろしくお願いします。 では第二章のヒステーマ丸はチェックを一緒に見ていきましょうもう問題は解いていただいてますねよろしいでしょうかでは問いの一からいきましょう問いのちは GM ロイの公式に関する問題でこういう直接的な内容も本試験では取れておりますで、こういう問題は必ず正解したいですね GM ロイの公式というのは 粗利益割る平均商品在庫高倍価になってますけども倍価ではないですね原価ベースが GM ロイ倍価ベースは交差主義比率になりますねよろしいですね問いの1は×です続いて問いの2売れ筋商品の品ぞろえを増やして売上高が増加すれば平均商品在庫高が増えたとしても必ず商品回転率が高まると書いてますけども 商品回転率は売上高割る平均商品在庫高ですけども基本的に売上高が高まれば分子の売上高が高まれば商品回転率は上がることが多いですけどもその伸びた売上高以上に分母の平均商品在庫高が伸びていれば当然商品回転率は下がることになりますので必ず商品回転率が高まるとは言えないですね。 ですので問いの2もバツになります続いて問いの3いきましょう仕入れ単価700円の商品 X を売価値入れ率30%で価格設定をしましたこの時の商品 X の販売価格は1000円となるこれはもう公式さえ分かっていればもう暗算ですぐに出せると思います これは正正ししいいですすね正しい内容になりますこういうものを瞬間的に回答できるようにしておきましょう。はい続いて問いの4こちらは計算は少し大変ですね。百分率変異法に関する内容になっておりましてこちらは公式に当てはめて計算していただくと万円ですので問いの4は×になりますね。 はい、続いて問いの5消化仕入れをすると小売店の排気ロスが発生しやすいとありましたけども仕入れ方法の内容種類についてよろしいでしょうか消化仕入れはどういうことだったのかということを分かっていれば×罰というふうにわかると思います正しい内容はこれは買取仕入れですね買取仕入れは小売店の排気ロスが発生しやすいということで 所有権の移転など、どういう時に起こっていたのかというのを知識曖昧なことはもう一度適損を確認をしておいてください。問いの六いきましょう。小売店舗において、客の動線長を伸ばすための施策として。計画購買率、計画購買率の高い商品を店舗の奥に配置することがあると、ことで。 店舗の奥に計画購買率これを買おうと思って来店したお客様というのは店舗の奥にそれがあると当然店舗の奥まで歩いていってくれますので同線長を伸ばすすすすことがででできますね正しい内容です問い6丸ですそして問いの7フェイシングの工夫によって売上高が商品回転率を上げることができるということでこれもフェイシングの言葉を知っていれば 丸であるとわかると思います。フェーシング、問いの七は丸ですね。続いて問いの八、売り場におけるクロスマーチャンダイジングは、関連する商品同士を並べて陳列することで計画購買を促進する狙いがある。前半はもうほぼオッケーですね。大丈夫ですね。クロスマーチャンダイジングの説明として正しいんですが、最後計画購買を促進する狙いがあると書いてますが。 これは非計画購買を促進するの狙いがあるの間違いになりますね。計画購買ではなくて、クロスマーチャンダイニングは非計画購買を促す狙いがあります。問い8はバツですね。続いて問いの9。売れ筋商品の利益率を向上させるために価格プロモーションを実施するとあります。けれども、価格プロモーションというのは当然値段を下げて販売する。 プロモーションになりますので利益率を高めるためというと当然価格は維持している方が利益率は高まりやすいですねですので問いの９は価格プロモーションではなくて非価格プロモーションになりますバツになりますね そして最後、問いの10ですけれどもこちらはテキストでは書いてなかった内容ですけれども令和元年に記載された内容ですのでこちらの言葉フェイスアウトという言葉を押さえておいていただければと思います。フェイスアウトビジュアルマーチャンダイジングで、ね、フェイスアウトとは商品や演出小物を吊り下げて展示する手法であると方法であると書いてますけれどもこちら回答解説見ていただき ハンガーにかけて商品の正面を見せる陳列方法ということになっておりますのでフェイスアウトということはこちら補足として押さえておいていただければと思いますよろしいでしょうか間違えたところはホワイトボードの方にページ数該当のページ数書いておりますのでテキストの方もう一度確認をしておいてくださいはい、では続いて第二部のテーマ別一次過去問題集からまたいくつか問題を一緒に見ていきたいと思います 第2章からは3問ピッックアップしましまた第1節令和元年第28問第2節からは平成25年第27問そして第4節平成30年第29問この3問を一緒に見ていきましょうではまた動画を一旦止めていただいてこの問題ですね解いていただいて動画の方を再度回してくださいホワイトボードも一旦切り替えますのでこちらの方ご確認をください よろしくお願いしますでは引き続き第二章の復習として次は第二部のテーマ別時間問題集から三問こちらを一緒に見ていきましょうもうピックアップしたこの問題は解いていただいていますねよろしいですね ではまず最初令和元年第28問こちらの問題を開いてくださいよろしいでしょうか令和元年第28問です第1節のところですねはいでは問題を見ていただきますとこちらは図表があって選択肢があからおまであって正しいものはどれかを選ぶ問題になってました相乗積の問題ですね相乗積の公式はよろしいでしょうか 金額構成費×あら利益率でパーセント同士をかけて相乗積を計算するということになりますではこの図表をもとに選択肢回答群のところを見ていきましょうまずあ「カテゴリー A から E の合計の販売金額が2倍になると2倍になると各カテゴリーの相乗積の合計も2倍になるとありますけれども」 今申した通り相乗席というのは金額構成費をかけますので販売金額自体がそれぞれのカテゴリー2倍になったとしても金額構成費は変わらないですねよろしいですねですので相乗席は変わらないということになりますのであは不適切です。続いてい カテゴリー A の相乗積は50%になるということで計算していただくと暗算するとちょっと間違って50%正しいと思ってしまうかもしれませんが 25%×20% ですので相乗積は50%ではなく5%になりますねよろしいですねでは続いて選択肢の U カテゴリー A の販売金額も あら利益率も変わらずに他のカテゴリーの販売金額が増加したとするとカテゴリー A の総乗積は減少するかどうかということでカテゴリー A の販売金額そしてあら利益率も変わらずに他のカテゴリーの金額が伸びればカテゴリー A の販売金額構成費は上がるか変わらないか下がるかというと。 カテゴリーの販売金額は変わらず他のカテゴリーの金額が上がってますね当然カテゴリー A の販売金額構成は下がりますね下がりますので粗利益率が変わらなければ相乗積は下がる減少するということになりますですので結果としてはこちらこの問題それぞれのカテゴリー計算しなかったとしても うこれはピンポイントでこれが絶対に正しいなというのは分かる内容になっておりましたはい「う」が正解になりますね念のために選択肢の「え」と「をも見ておきましょうカテゴリー B はカテゴリー C よりも相乗積が大きいとありますがこちら計算していただくと B と C は同じになるはずですそして選択肢の、o「を相乗積が最も大きいカテゴリーはカテゴリー E と書いてますけども これはカテゴリー D ですね。D が最も大きいので、えっとも不適切、U が正解ということになります。よろしいでしょうか。はい、では続いて平成25年第27問に行きましょう。平成25年第27問のところのページを開いてください。よろしいでしょうか。次は値入れに関する計算問題になってますね。 では問題見ていきましょう商品 A は売価1,000円売価値入れ率30%という設定商品 B は売価1,500円売価値入れ率20%という設定になってますそしてこの商品 A と B をバンドル販売をするということですねバンドル販売はよろしいでしょうかプロモーションのところで説明をしましたセット販売をするとこでね ですね。a と b 両方セットで販売をするということで、このセット販売をしたときに売価値利率5%にしようとしています5。5%にするということは売価はいくらになりますか？という問題になっておりました。はい、この問題で与えられている数字というのは、まず商品 a は売価1000円、そして売価値利率30%になりますね。 そして B 商品 B は1500円で売価年率が20%そしてこのセット販売する時の売価年率は5%という条件になっています当然売価は出てますけども売価1,000円足す売価1,500円で合計は2,500円という計算にはもちろんならないですね価格は当然足すことはありませんでは セット販売するにしても何が変わらないかというと問題文に条件がない限りは当然ながら仕入れ原価ははセット販販売売が単独でで基本的には変わらないですね。何か条件が問題にない限りは仕入れ原価はセット販売しても同じ状態同じ数値になるということは当然です。 ではそれぞれの仕入れ原価 A と B の仕入れ原価はいくらになるかというとまず商品 A 倍価年齢率30%ですので原価率はいくらかというと原価率はよろしいですね原価率の内容自体はよろしいですか仕入れ原価割る倍価で原価率を求めます。そして原価率と 売価値入率を足すと100%になりますので減価率は70%になりますね商品 B の方は売価値入れ率20%ですのでこちらは80%が減価率ということになりますなので仕入れ減価いくらなのかというのは売価が出てますので単純に 商品 A は1000円×原価率0.7をして700円になります。そして商品 B1500 円 ×0.8 をしますのでこれは計算すると1200円になります。でですので A と B をセット販売したとき原価は変わらないので700たす1200をしてあげるつまり合計は1900円になりますねよろしいですね合計の仕入れ原価は1900円になりますでは売価はどうなのかというと売価値入れ率5%になるということは 減価率は減価率は足して100%になりますので減価率は95%ということになりますね。A、B セット販売の減価率売価値率5%と設定した時の減価率は95%になります。よろしいですね。ですので減価の実際の数値が分かって減価率が95% わかりましたので倍価は1900減価の19割1900割る0.95 1900割る0.95をすると倍価は2000円になると思いますよろしいでしょうかですので選択肢のう2000円選択肢のうが正解ということになりますはいこちら まだ十分理解できてないよという方は講義の方でもこの辺り詳しく説明してますのでもう一度その辺りを見ていただいたり今の説明もう一度繰り返し見ていただいたりして理解の方を深めてくださいよろしいでしょうかはいでは3つ目いきましょう平成30年第29問です平成30年第29問こちらを開いてくださいはいこちらは第4節になりますね 平成30年度第29問ですよろしいでしょうかはい、これは売り場作りに関する内容になってますでは選択肢のあから見ていきましょう売上数量が異なる商品でも売り場スペースを均等に配分することで欠品を減らし商品ごとの商品改善率を均一化することができるとありますけども もう小売の陳列の考え方として前半読んだ時点であ違うなというふうに思っていただきたい内容です売上数量が異なる商品でも売り場スペースを均等に配分するこういう考えはないですねよろしいですね売上数量に応じたもしくは売上金額に応じた形で売り場スペースなどを配分していくというのが当然重要になってきますのであは間違いです 続いて選択肢の、e、同じ商品グループを同じ棚段にホリゾンタル陳列ホリゾンタル陳列すると比較購買しやすい売り場になるホリゾンタルというのはよろしいですかね人間の視線というのは横に動きやすいというのは講義で申し上げましたホリゾンタルというのは横ですねなので比較購買しやすいホリゾンタル陳列すると 比較購買しやすい売り場になるというのは正しい内容になっておりますですので E が正解になりますね U、A、E も見てみると選択肢の U 購買率の高いマグネット商品をレジ近くに配置することでレジ近くに配置することでい優勢を高めることができるとありますけれどもマグネット商品まあ、マグネットポイントということで講義では説明していましたけれどもそういうよく売れるもの もしくは計画,購買の計画購買率の高いものそういうものを各所店舗の各所例えば左奥に置けば別のものは右奥に置くというような形すると店舗の中を広くお客様が動いていただける動線長が伸びるということになりますね。ですのでレジ近くに配置するとなるとこれはもう 必要なものでかかってすぐにレジに行くということで回遊性が高まるとは言えないのでううがうは不適切になりますそして A こちらの内容はゴールデンゾーンの意味これを知っていれば不適切と分かると思いますね。はい、ゴールデンゾーンに商品を陳列する場合それ以外の位置に陳列された商品よりタフェイスにしなければ信任率は高まらないとい書いてますけれども。 ゴーールデンゾーンゾに置くここととと自体が視認率が率高ままるいいうことになりすすねねよろしいです、ね、続いて選択肢の、o「を棚割り計画を立てる際類似商品や代替性のある商品をまとめて配置することフェーシングというと書いてますけれどもこちら講義では言ってなかったですけれどもこういうまとめて配置することこれをグルーピングと言いますググルーピングフェーシングというのはこれはよろしいですね。それぞれぞの商品 アイテムを何フェイス何列陳列するかというのを決めることですのでフェイシングの内容を分かっていれば選択肢の「O は不適切ということは分かると思います。はい、平成30年のの第29問は選択肢のいが正解とということになりますね、はい、今見てきたような形で、まあ、学習した内容かなり基本的なところもですねこのような形で本試験に主催されておりますので。 ましっかりとですね学習の方を進めていただければと思いますよろしいでしょうかでは続いて第3章の方に移っていきたいと思いますのでまずこちらのホワイトボードをご確認をくださいよろしくお願いします